5番ホールです。370ヤード、パー4です。右ドック、打ち下ろしの右ドックになってます。狙い目は吹き流しの約右、5メートル、アゲインストになってます。で、関野選手は連続バーディーです。よいしょー。吹き流しの右5メートル、250ヤードが60ヤード飛んでます。素晴らしい。残り100ちょっとです。よいしょー。これもど真ん中、吹き流しの先左。左ラフになりました。左、ナイスショットです。フェアウェイにをキープしております。大島選手、セカンドショット166ヤード上りです。約180ヤードぐらい打つ必要があるかと思います。ちょっと当たりが薄かったか。方向乗ってます。大内さん、ちょっと大きかったか。当たりが薄くて低く出てしまいました。森水田選手、残り約160ヤード残り、ちょっと左です。左に引っ掛けております。150ヤードの上りです。ちょっと左にですね。でも左グリーンになりました。関野選手一人だけ飛んでおります。残り約120ヤード上り。ピンに向かって飛んでますが、ナイスオンです。バーディーチャンスです。3連続バーディーになるか。金森選手、第3打目バンカーショット、スライスラインですね。ピンの左を狙っていくでしょう。軽くいい感じで打ちました。ナイスバンカーショット、ナイスショット。さあ坂口選手は10ヤードのフックラインのアプローチショットになります。第3打目、これは狙いたいところ。打ち切れませんでした。関野選手、ちょっとショートしてしまいました。上りです。ちょっと打ち切れない。大島選手、下りのバーディーパットです。寄ってきました。寄ってきた。惜しい。パーパットです。ナイスパー、ナイスセーブ。ちょっと引っ掛けてしまいました。ナイスパー。6番ホール、パー3、171ちょい上りなんで175ヤードという感じでしょうか。すぐピンに向かって飛んでます。ちょっと左、ナイスショー。ピン左に乗りました。筋取ります。
ピンに向かって飛んでます。よいしょ。これもちょっと左ですが乗ってると思います。お、これはフックでちょうど筋ってるような気がします。4人ともオンしております。皆さんバーディーパットです。さあ坂口選手からです。112メートル、打ち切れるか。ちょっとショートしましたがパーは確実です。大島選手のバーディーパット。惜しい。ナイスパー。ありがとうございます。さあ関野選手バーディーパット。ちょっと打ち切れませんでした。堀選手バーディーパット。ちょっと読めませんでした。ナイスパー。ナイスパー。ナイスパー。7番ホール左ドッグパー5です。フェードでフェアウェイ真ん中に戻ってきています。ちょっと引っ掛け気味です。長尾さん見えた今。ちょっと左もう一球打っといた方がいいんじゃないかな。ナイスショー。ちょっと右に出てしまいました。戻ってくるか。アンカーの左星野選手暫定球です。これはナイスショット。ナイスショット。森選手パー5第2打です。大島選手これ第4打になります。んナイスショット。関野選手第2打目飛んでいましたがちょっと右に来すぎて気がスタイミーになってます。さあどんな感じで攻めていくでしょうか。フェードで、お、火の上から行けました。問題ありませんでした。ナイスショット。出すだけですね。坂口選手これが第3弾になります。よいしょ。さあ7番パー5森選手第3打96ヤードです。ちょっと左に引っ掛け気味でした。あ、オンはしましたがオーバーで左に引っ掛けてしまいました。さあ大島選手93ヤード。ちょっ
どう使ったか。右ラフです。3席の選手、残り70ヤード強。いい感じです。よいしょ。探す選手、残り175ヤード。ショートショートか。ちょっとダフってしまいました。さあ、大島選手、約10ヤードのフックラインのアプローチです。ちょっと大きく出てしまいました。ちょっとオーバーです。坂口選手、上りのフックライン、これも狙っていきたいところです。お、これは来たか。ナイスバーディー、ナイスショット。いい感じの笑顔だね。あ、パーか。あ、そうだ、横出したんだっけ。そう、バーディーパット。これは下りの難し、触るだけというパットですね。かなり曲がると思います。すごく下りに見えましたが、スピード的にはかなり遅かったようです。さあ、下りのフックライン、バーディーパット。早く見えるんですが遅い。これも下りのフックラインですが、あまり速くなく、思ったより曲がっていません。うーん、ナイスセーブ。あ、ダボ。あ、そうか、1打目。ナイスパー。Nice spot.